ピンク色の靴下 R かっこ右。はい、どうもこんにちは、ライです。というわけで今回こちらの片っぽの靴下というゲームをやっていこうかと思います。短編ほのぼの探索アドベンチャーっていう風に作者さんが言ってらっしゃるので、ちょっとこちらのゲームやっていこうかなと思います。いや、フリームで探してる時にね、結構短めに終わるやつないかなと思ってちょっといろいろ探してたんですけど、それでは早速入ゲーム。主人公の名前を入力してください。おお、名前入れられるんだ。いいね。はい、こちらでやっていきましょう。かわいいな、この猫。こういうほのぼのしたゲームってなんかあんまりやんないからね。じゃあ早速やっていきましょう。よろしくお願いします。昔々、あるところに、ライという猫が湖の近くに住んでいました。今日はお出かけしようかな。うわぁ、めっちゃほのぼのする。なんかこの音楽とともに。靴下を履こう。あ、これか。かわいいね、めっちゃ。靴下どこにあるんだ？あれ？ないなぁ。どこにしまったっけ。まあそうだね、タイトル通りだね。片っぽの靴下だ。昨日洗濯して干して、確かこの部屋にあるはず。探してみよう。おお、どこにあるんだろうね。まあさすがに無難にこの辺はない。ない。まあこの辺はさすがにないか。俺よくやんのね、布団の下とかに関してはよく布団の下を覗き込みますか。覗き込みましょう。ベッドの下に落ちてないかな。お、お前靴下か。あ、靴下見っけた。あ、片っぽだけ。見つけたのは片っぽだけか。なんでお前変わるんだ。今気づいたけど、お前なんで変わるんだ。ちょっと、え、びっくりした。え、靴下が喋った。生きてる。なんで生きてんの。私は右足に履く靴下。あ、もう靴下って名前なんだ。もう、まあそりゃそうか、靴下って名前以外つかないか。ピンク色の靴下 R かっこ右。あ、ピンク、名前があるんだ、ちゃんとした名前、ね、これが正式な名前だけど、みんなからはルコって呼ばれてるわ。ルコ、どっから取ってきた。靴下の神様が少しの間だけライと話ができるようにしてくれたの。おお、マジか。靴下の神様優しいな。まったく、昨日洗濯して乾いた後すぐ引き出しにしまわないから。ああ、まあ確かにね、俺もよくやっちゃうな。どうしても乾いた後ね、俺基本的になんかそのまま取り込んだ後もそのまま放置するんだよね。これ一人暮らしあるあるかな。眠そうならいいが、引き出しとベッドを勘違いしてベッドの下に私を追いやったの。ああ、それはもうライが悪いわ。じゃあごめんなさい。もう片っぽはどこにいる。一緒に洗ってなかったから知らないわ。洗ってないの。私の片っぽの靴下をちゃんと見つけてよね。まあそうだよね、パートナーみたいなもんだからね。あ、わかったよ。この部屋に靴下はなさそうだから下の階を探してみよう。おお、もうルコが仲間になった。仲間になったの。あ、ほんとだ、仲間になってる。ライ、白黒猫、靴下にゃんこ、靴下にゃんこ、カリカリかっこキャットフードが大好物。あ、かわいいね。ルコ、靴下、右足用の靴下、正式な名前はピンク色の靴下 R かっこ右。神様の力で動いて話すことができる靴下。あ、一応セーブしとこうか。OK。かわいい、今の音。聞こえた？え、ちょっと待って、もう一回セーブしていい？かわいい。下行きましょう。おー、辞書がある。片っぽ。意味、片方。例、靴下の片っぽがない。それ辞書にまで載ってるやん。なんか調べれるもんとか、まあ、どんどん見てていきましょう。台所はない。箱の中には友達から送られてきたカリカリが、カリカリ、カッコ、キャットフードが入ってる。おー、かわいいな。このカリカリ、美味しいから少しずつ食べてるんだ。このボトルのやつ、ライが朝によく飲んでるわね。ボトル？酒じゃないのこれ。ん？オレンジジュースのこと？あ、オレンジジュースか。びっくりした。酒にしか見えなかったから今。ルコも飲んでみるかい？すごく気になるけど、生地が汚れちゃうから、今はやめておくわ。一個一個の動作がかわいいな。いろんな種類のパンが収納されている。この中に靴下はない。パンの中に靴下はないか、さすがに。お気に入りのジャムや飲み物が収納されている。いいね。この中に靴下はない。まあまあまあ、食品と基本的に一緒にはしないだろう。この壺はない。箱の中も、あ、何？思い出した。昨日乾いた洗濯物を整頓してる途中で寝ちゃったんだ。え、寝ちゃったの？靴下は揃えて洗った覚えもない。あー、なるほど。洗い忘れた一部がここにあるはず。ここ？これ？これ洗濯物かごってこと？ライは洗濯物から靴下を探した。あ、いた。なんかキザなやつだな。なんかルクは女の子っぽかったけど、この子男子なのかな。見つけた。ライ、その靴下よーく見て。あ、違う、間違えた、これルコか。よーく見て、彼は左足に履く靴下で、名前はハルオ。ハルオ。やっぱ男の子なのかな。私は、彼は私の片っぽじゃないわよ。え、
どう見ても同じ色の靴下だよ。同じ色だけど、よく見るとつま先の生地が違うのよ。履き心地も全然違う。別の靴下よ。全然違うんだ。ハロー、違うやつなの。あの、確かになんか先端なんかちょっと薄く濃くなってるね。別々の靴下を一緒に履かないでよね。いつまでも片っぽの靴下に会えなくなっちゃうわ。ああ、まあそうだよね。ルコからしたら会いたいもんね。なんていう名前か知らないけど。うん、分かったよ。今度からできるだけできないです。できるだけしないにする。まあ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 。俺も結構ね、黒の同じような靴下持ってたりするから、もしかしたら俺も同じようなことやってんのかな。ハルオの片っぽの靴下はどこにいるのかしら。ああ、そっか、こいつのも探さなあかんのか。はっ、ハルオ。ハルオ。ハルオが何話してるかわからないな。僕と話せる靴下はルコだけなのか。うん、うん。昨日の洗濯で自分より先に洗い終わってたはずだから、昨日からずっと日向ぼっこをしてるかもしれない。連れてきてほしいって言ってるわよ。あ、多分外に干しっぱなしだと思う。外へ探しに行こう。あ、春尾の、じゃあ次は相方を探すなあと。あ、湖の水。はいはいはい。最近洗濯するとき白い石鹸を使ってるわよね。うん、前に使ってた水色の石鹸は売り切れだったから白い石鹸を買ってきたんだよ。今の白い石鹸は生地が荒れやすいから、また水色の石鹸で洗ってほしいわ。あー、生地が荒れやすい。分かったよ、見つけたら買ってくるんで。じゃあ外行きますか一旦。おー、かわいい。ん？あ、びっくりした。これ。なんかすごいピンク色の花なんかなーって思って見せたら、こいつだけ違うな。迎えに来るのが遅くなってごめんなさい。春尾のパートナーだから。彼が春尾の片っぽの靴下。名前は、ある。ふふふ。あるったら、ちょっと怒ってたけど。春尾と一緒に洗って、日向ぼっこさせてくれたら許すって言ってるわ。あー、わかったわかった。そうだよね。うん、わかったよ。あるが他に伝えたいことがあるみたい。ハルオのところへ連れて行ったら聞くわね。行きましょう。ハルオに、アルを入手した。あー、アルいるね。おい、アル連れてきたぞ。君の片っぽの靴下を連れてきたよ。はっ、はっ。二人とも会えて喜んでるわよ。アルをハルオの横に置いた。アルをハルオの横に置いた。アルはルコに話しかけた。うん、うん。え、それ本当？教えてくれてありがとう。お、なんか情報をくれたんか。ライ、昨日、アルと一緒に私の片っぽも外で日向ぼっこしてたって。じゃあさっきの場所にいるの？え、さっき見たときはアル以外の靴下はなかったよね。なかったよね、確か。私とライがアルを迎えに行くほんの少しの前に、アルの目の前で私の片っぽの靴下が誘拐されたらしいの。あー、マジ誘拐？誘拐されんの？片っぽの靴下だけ誘拐するやつ。犬に？犬？俺も実家で犬飼ってたけど、よく持ってってたわ。湖の方へ向かったって。あー、マジかい。急ごう急ごう。湖、こっち多分こっちだよね。あ、あれか。あ、あれは。楽しそうなおもちゃをゲットしたぜ。あれは、私の片っぽの靴下のエルコよ。エルコ、早く助けよ。エルコー、急げー。なんかある。何これ。今、片っぽの靴下を助けなきゃ。あ、急ごう急ごう急ごう。こらー、ワンコー。ルコ強い。僕の靴下から離れろ。ワーン。え、しまった。めっちゃ痛いそうな音したけど、大丈夫？早く助けないと。急げー。見当たらない。どうしよう。助ける方を考え、何もしない。助ける方を考えるでしょ。何か助ける方法があるはず。後で調べてみよう。これかな。じゃあさっきの湖の歴史。この湖の神様は大事にされていないものに少しの間動物と同じように話し動けるようにする力があったと言い伝えられがあります。昔から湖に祈ると願いを叶えてくれるというパワースポットです。湖に祈る。本当に願いが叶うのかな。願い叶ってみようか。ちょっとじゃあ一回。どうしよう。祈る。祈ろう。ライトルクは湖に祈った。靴下の神様。あ、靴下の神様だ。あ、あれは靴下の神様。この湖の神様って靴下だったの。確かにな。ライよ、あなたの願いを一つだけ叶えてあげましょう。たった今は湖に落ちた靴下を助けてほしいんだ。落とし物ですね。いつ落ちたものかは私にもわからないので、ライが助けたい片っぽの靴下の正式な名前を教えなさい。あー、なるほど。右がさ、ルコだから左だよね。片っぽのピンク色の靴下 L、 かっこ左。こっちですね。片っぽのピンク色の靴下 L、 かっこ左。おー、正解。正解だった。あ、エルコー、願いは叶いました。やったー、これで私たち靴下が揃ったわ。靴下揃った。よし、一緒に家に帰ろう。家に帰り、ライは靴下たちをきれいに洗いました。今日はいい天気だから乾くのが早いかもね。僕も一緒に日向ぼっこしよう。靴下と一緒にしたの。ライが近くにいればもう犬に誘拐されないし、
安心して私たちも日向ぼっこができるってエルコが言ってるわよ。エルコは喋らないんだね。日向ぼっこが終わって部屋に戻ってからもライト靴下たちは夜遅くまで話しました。今日はいろいろ大変だったけど楽しかったわ。ありがとう。ライ、これからもよろしくね。ああ、そうだね。よろしくね。次の日。よく寝たな。今日はいい天気だ。ルコは起きてるかな？昨日ちゃんと引き出しにしまったんだ。おはよう、ルコ、エルコ。あ、もう喋れなくなってる。ルコはまだ寝てるのかな？ああ、もう喋れないんだ。もしかして、話せなくなっちゃったの？ああ、ちょっと悲しいね。元の普通の靴下に戻ったのかな？ちょっと寂しいな。そうだよな。寂しいよな、アライ。でも、ルコの願いが叶ったから、よかったんだよね。きっとそうやね。ライは靴下を履き始めた。よし、話せなくても一緒にお出かけしよう。おー、エルコ、ルコ、あー、ウィンクした。あー、エルコ。片方の靴下おしまい。エンディング。ライ、これからもよろしくね。 Thank you for playing。 いや、こちらこそありがとうございました。はい、ということで片方の靴下以上で終わりとなります。いやー、結構靴下あるあるでなくすよね。俺もよく片方だけなくすってことあるからね。いや、今度からちょっとちゃんと洗濯してすぐしまいます。というわけで、ライでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。